大宗とはどんな人？クーデターで即位した鉄人皇帝、李世民の生涯。大宗とは、唐王朝の二代目皇帝で、李世民とも呼ばれます。唐の初代皇帝、李渊の次男として生まれ、隋の末期に父と大元で挙兵し、長安を都と定めて唐を建国しました。李渊が初代皇帝に即位した後、大宗は反対勢力を平定していきますが、兄で皇太子の李建成と対立するようになり、626年、玄武門の変でクーデターを起こして兄と弟を殺害します。即位後の大宗の政治は、貞観の治と称えられ、長く名君としてアジア世界でお手本とされました。今回は中華の思想的名君、大宗の生涯について解説します。4歳で天下人になると予言される。大宗李世民は、西暦598年、武功県、中華人民共和国陝西省咸陽市で誕生しました。彼の父の李渊は、暴君として有名な煬帝の母方のいとこで、母は北周王朝の始祖、宇文泰の孫にあたる唐氏です。簡単に言うと、エリートの坊ちゃんですが、4歳の頃、名前不詳な書生が大宗の人相を見て、竜や鳳凰の姿を持ち、成人後は世の中を治めて民衆を休んじるだろう、と予言。そのために、諱名が世民となったといううさんくさい自慢話が残っています。16歳にして暴君、煬帝を救出。西暦615年、大宗が16歳の時のことです。暴君煬帝が、高句麗討伐に3度も失敗した挙句、岩門において騎馬民族の突厥に包囲されました。困った煬帝は援軍を求め、褒美は望み通りに出すと言ったので、大宗は雲亭公の下で従軍、煬帝救出に尽力します。しかし煬帝は救出されると恩賞の話を平気で反故にし、諸侯の怒りを買うことになります。また、大宗は、父の李渊が義当寺の包囲下に置かれた時も、軽騎兵を率いて救援しています。伝承によると、大宗は弓の名手であったそうで、騎兵を扱うと一流の才能があったようです。父や兄と共に挙兵し、長安を制圧。西暦617年、煬帝に対する相次ぐ反乱に呼応して、李渊も大元で兵を挙げ、大宗は右領軍大都督、敦煌軍校に任じられ、長安に向けて進軍。長安には大王楊勇が派遣した隋の古賀老将、宋老成が2万の大軍で城に駐屯していました。大宗は李渊に、宋老成は武勇だけのイノシシ武者なので、こちらが挑発すれば必ず出撃してきます。と進言。城の周辺に100騎余りを伏兵させ、自らは兄の李建成と共に10騎余りで出撃。城にこもっている宋老成に対し、たった10騎を恐れ、城から出られぬ腰抜け将軍と悪口を言い続けます。大宗の目論見通り、単細胞な宋老成は挑発に乗り出撃。伏兵に引っかかって敗れ、長安を放棄して逃げていきました。大宗は長安を平定した功績で秦国公に褒ぜられ、西暦618年1月には右元帥となり、3月には長国公に解放されます。まだ満20歳にもならないのに次々と手柄を立てているところに、李渊の子であることを割り引いても大宗の軍事的な才能が見えます。西暦618年5月、長安を都に唐が建国され、李渊が皇帝に即位し、長兄の李建成が皇太子になると、大宗は秦王に褒ぜられ、尚書令に任じられます。唐は建国したものの、周辺には唐朝を認めない勢力が存在していました。そこで大宗李世民は各地を転戦。摂人記、劉武州、王政獣、刀剣徳、劉国達といった隋末当初に割拠した軍友を次々と平定し、軍事的な才能を見せつけます。兄、李建成との対立が激化。621年、
李淵は大層の功績の高さから前代よりの官位では足りないとして、天策上昇の将軍を王侯の上に設置して大層に与えます。しかし大層の名声が高くなると皇太子の李建成は不安を覚え、李淵に訴えて大層の軍師である暴言令と徒徐海を遠ざけるなどの対抗策を取り、大層を失脚させようとします。さらに建成の幕臣議長や弟の李元吉が政民暗殺を画策し、それを察知した大層も警戒心を強め、両者の対立は激しさを増していきました。玄武門の変で兄と弟を殺害。暗殺計画を知った大層は兄と弟の殺害を決意します。まず残言で遠ざけられた暴言令と徒徐海を同士に変装させ、自邸に呼び寄せ対策を協議。その結果、兄の部下で玄武門の守備隊長である城下を買収しました。西暦626年6月4日、李建成は弟の李元吉と宮中に参内します。警備兵を引き連れ用心していた李成ですが、宮殿内部は限られた人数しか入ることが許されていなかったので、やむなく少数の友を引き連れて中に入りました。李建成が玄武門を通過すると、警備兵の城からが一斉に一行に切りかかります。大混戦の中、建成の幕臣風律と皇太子派李元吉の幕臣謝釈法が応戦。大層の部下である呂飯の首を取るなど奮戦しますが、その間に李建成と李元吉は殺害されてしまいました。クーデターは成功し、政変を知った李淵は政民に上位して太上皇帝となり、ここに2代皇帝大層が即位します。寛大な処置をした大層、権力闘争で即位した大層ですが、即位すると建成の部下だった風律と謝釈法の2人を取り立て、さらに自身の暗殺を計画していた議長を呼び出し、官議大夫に抜擢、新城への出入りを許して政治顧問としました。大層は後継者争いを政治闘争とすることを嫌い、宗家の問題とし、処罰したのは兄建成と弟元吉の一族のみにとどめます。こうして東王朝は有能な人材を失うことなく、大層の時代は繁栄することになるのです。貞観の治の開始。即位し長孫氏を皇后に立てた大層は、直後に和議を結んでいた突厥の侵攻を受けます。旧東書などの史書によれば、激怒した大層はわずか6騎を率いて渭水に布陣した突厥軍の前に立ち、突厥の協定違反を責め、恐れをなした突厥が退却したと記録されます。しかしいくら何でもそれは考えにくく、実際は大層の後を追って大軍が来たために衝突を避けて撤退したとも、大層が宝物を差し出し撤退を依頼したようです。627年、大層は元号を貞観とすると、腹心の暴言慶徒徐海の2人を任用し政治改革に取り組み、建成の幕下から議長を登用して厳しく還元するように命じ、己を戒めていきます。大層は45名もの重臣を見出し、交代で宮殿に泊まり込ませ、膝を突き合わせ政治について対話を繰り返しました。それ以外にも武益や刑罰の軽減、政治機構である三省陸部制を整備し、軍事面においても兵の訓練を自ら視察し、成績優秀者には褒美を与え、東軍の軍事力を強化します。一連の施策と質素倹約により、隋末からの長い戦乱の傷跡も徐々に回復、唐の国力は急速に高まりました。突厥を滅ぼし、北方遊牧民の首領と中華皇帝を兼ねる。629年、充実した国力を背景に、大層は屈辱を受けた突厥討伐を実施します。李積、李成を将軍に登用して出兵し、630年には突厥の血利河岸を捕虜としました。これにより突厥は崩壊、西北方の遊牧諸部族が唐朝の支配下に入ることになります。族長たちは長安に集結し、大層に天下岸の称号を奉上。天下岸とは北方遊牧民族の君主である加岸より上位の君主を意味する称号で、
当庁の皇帝は中華世界の天使と北方遊牧民の狩猟の地位を兼ねることになりました。玄奘を迎えて仏教を保護、各王朝の歴史書を編纂。文化面でもそれまでにまとめられていた新書、領書、陳書、宗書、随書の正史を編纂させ、特に新書の王義詩伝は王義詩マニアであることを生かし、大宗自らが注釈文を書いています。また645年には玄奘三蔵がインドより仏教典を持ち帰り、大宗は玄奘を支援して仏典の漢訳をさせ、中国における仏教の交流に貢献しました。実は感触持ちだった大宗、鉄人皇帝として知られる大宗ですが、その素顔は生来の軍人で血の気が多く大変な感触持ちであり、たびたび怒鳴り声を上げて家臣に怒りをぶつけることがありました。しかし大宗の家臣たちは大宗の性格を知っていて根気よく対応し、重臣で寛義大夫の議長に至っては生涯に200回もの諫言を行い、大宗の短気をいさめたそうです。君臣の麗しい友情の産物と美化されがちな大宗の情願の地ですが、実際は今の組織と変わらず、時には怒鳴り合いや批判の応酬があって、その果てに固い信頼関係が生まれたということは覚えておいた方がいいでしょう。後にこの重臣との熱い対話集が情願西洋と呼ばれる本としてまとめられ、後世の君主や藩主、大名のような人の上に立つ人間の教科書となるのです。晩年の後継者問題、名君と謳われた大宗ですが、晩年には立太子問題が発生します。当初皇太子だったのは長子の李承乾でしたが、大宗は四男の義王李泰を偏愛します。このことでもともとは聡明だった李承乾の精神が不安定になり、遊興に溺れました。大宗は謙信を配置してそこを改めようとしますが、効果はなく、最後は李泰を殺害しようとしたので敗太子となり、庶民に落とされ賢秀に流されて亡くなります。一方で義王李泰も自分の派閥を組んで李承乾と争います。そこで皇后の兄である長孫無忌は、どちらを立てても必ず内紛になるので、最も凡庸な九男の李治を皇太子として進め、大宗も了承しました。李治は三代皇帝皇宗として即位しますが、病気がちな人物であり、自分を皇帝に立てた長孫無忌の操り人形となり、さらに皇后に迎えた武士を抑えることもできず、外戚の長孫氏と皇后の武士で勢力争いに発展、武皇后が勝利します。以後武皇后の子である中宗、英宗が短期間即位しますが、どちらも武皇后に退けられ、やがて武皇后が即位して武則天として新しい王朝を開くことになりました。大宗はどんな人？まとめ。大宗は玄武門の変というクーデターで即位した経緯から、何としても立派な政治をして人心を集めないといけないという気持ちが強かったのだと思います。その前の隋の煬帝が母方の親戚だったこともあり、自分の中にも暴君の血が眠っていると恐れて、絶えず謙信を置いて諫言を聞き入れ、身を律しようとしたのでしょう。治世はほとんどうまくいった大宗ですが、後継者問題では息子たちを分け隔てなく愛することができず、喧嘩両成敗的に二人の有力な後継者を処分した結果、凡庸で病弱な皇宗を立てざるを得なくなり、外戚や皇后勢力の台頭を阻止できませんでした。それでも大宗の築いた東王朝の命脈は強く、ひ孫の玄宗により武則天の皇宗が倒されて再び東王朝が回復するのですから、やはり立派な人物だったと言えますね。最後までご視聴ありがとうございます。今回の初めての三国志 TV はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。これからも初めての三国志をよろしくお願いします。